今日は2019年6月18日1時52分になりましたね。先ほどは通りすがりの立町在住の田中さんという年配のご婦人とその息子さんらしい人がギター演奏してたら200円くれましてね、でも60年の立町にいるんだけど私がここでやってることを知らないって言ってんだから申し訳ないんだけどね、バイクでそのご婦人の方はここをしょっちゅう時々通るって言うんだけど見たことないんで目が悪いんだろうって私は言ったんだけどね、それで私の持っている DVD と CD と渡したらこんなにもらっちゃ悪いってことで、まあ、1000円乾杯してくれまして、1200円の売り上げと、まあ、時々こういうこともありますよね。まあ大部分の人が無関心で自分には関係ないと思ってる人がここに並べてる看板も全然見もしないでね、ちらっと見ること読みはしないっていう、関係ないこと一つもないんだけどね、そういうことですけどね。今日の朝日新聞の2面にはイージス・アショアの問題ですね。秋田市の配備計画で、防衛省が説明会やったんだけども、その説明会の時に職員が居眠りするわ、それで、ここしかないというふうに言った理由の一つとして、他のところは山が近所にあってその山の高さが高すぎて、迎撃するときに邪魔になると言ったんだけど、その山の高さの測り方が全然いい加減な、 Google Earth は縮尺を変えてやってあるのにそれを物差しで測って高すぎるっていうふうに判断したんですよ。まあおそらくな状況がありました。それで、秋田知事というのはもう今全然納得していません、白紙だというふうに突っぱねてますよということですね。政府がイージス・アショアの導入を決めたのは北朝鮮による弾道ミサイルの発射が続く最中だった2017年もう12月だったんですね、まあ、今から1年半ぐらい前ですね。ロッキード製のロッキードマーチン製を購入して2機2404億円で買いますよってんだね。でまあ、その背景としてトランプ大統領が安倍さんに対してバイアメリカン、アメリカのもの買ってくれ買ってくれって言っててそれに応えなきゃいけない。でこの新聞記事で抜けてるのがですよね、なんで、この今秋田と山口に、イージス・アショアを置くことが決まったかって言ったら、どっか痛いんか、その理由というのはですよ、まあ日本全体にバランスよく配置するんだけどね、ところが首都圏とかに攻撃を受ける時には北朝鮮から首都圏に向かってくる戦場にあった方が都合が良いのにかかわらず、この2つの足場の場所とはそれからずれてて横からミサイルを撃たなきゃいけない、だから撃ちづらいって言うんだね。どこに向かって飛んでいくミサイルを落とすに都合がいいかというと、ハワイとグアムだったんですよ。要するにアメリカ軍の基地に向かって北朝鮮がミサイルを発射したときに非常に都合の良い位置にあるのがこの秋田県と山口県なんだ。だからこれは誰が見ても本当に日本を守るためではなくてアメリカから言われてアメリカの軍事施設を守るためにこの設備を作ったんだろう、で金は自分持ちだよっていう、まあ、ひでえ話だということなんですけどね。しかしそのことはあんまりこれ新聞取り上げないよね。一番重要なとこなんだけどね。そして住民が心配しているのがそのレーダーによる強烈な電波の悪影響がないか、
そのイージス艦に乗った人がいつか言ってましたけども、イージス艦に乗るとレーダーを作動させてるときは甲板に出たら絶対ダメだ、もうとんでもない強烈な電波が出てるんで真っ黒焦げになるよって、まあ、健康被害は確実にありますよ、だから絶対に人間が甲板にいる状態ではイージス艦は電波を照射しない。そしてこのイージスアシュアというのはこのイージス艦のレーダーよりも相当強烈な電波を発射します。そしてこの発射するレーダーからそんなに遠くないところに人間が住んでるんだね。緩衝地帯というのが住宅地から700メーターあるんだけども、結局ね、はっきり何メーターだとどんな被害があるかということを調査したデータというのは示されていないんでね。で、まあ、常によく言われるのは国民に対して丁寧な説明をしなければいけません。まあ、何の問題に関してでもですよ。で、この防衛大臣と秋田県の知事が会談した時にも知事は怒ってましたよね。丁寧な説明なんか必要ないんだと、正確な説明をしてくれよ、ね。まあ、他の問題でもですよ、まあ、安倍さんがよく言う丁寧に説明します、丁寧に説明します、言葉遣いは丁寧だけど核心部分には触れない、一番重要なことは言わない。だから政府や役人がですよ、国民に何かを説明するときに丁寧かどうかは問題じゃない、それが正確であり必要な情報を全部含んでいるか、必要十分な説明が求められているわけです。正確で必要十分な説明を国民にするのが政府や役人の義務であって、丁寧かどうだかということは問題じゃない、丁寧なんていう言葉でその不正確で不誠実な重要な部分を隠した説明をごまかすな、我々はそう思ってちゃんとそういう説明がされているかどうかを見極めなきゃダメって話だね、ということですけどね。
ということで今日はこれぐらいにしておきます。